タルカン・テベットールは、トルコの男性歌手。トルコのみならず欧州、北米各国にわたっても知られている。愛称は、トルコの貴公子。ドイツ語、トルコ語に加え、英語、スペイン語の話者でもある。トルコ人移民の両親のもと、6人兄弟の5人目の子として、西ドイツ南西部のアルツァイに生まれる。幼少期をドイツで過ごし、1986年13歳の時にトルコに帰国。以後、学校に通いつつ、ナイトクラブやバーなどで歌手としてアルバイトをしながら、イスタンブールに暮らす。1990年より音楽学校に通い始める。不遇の生活の末に音楽学校卒業と同時でのドイツへの帰国を決心するが、1992年におけるレコード会社イスタンブールプラークのオーナーであるメフメット・ソートールとの出会いをきっかけとして、1993年、同社よりアルバムイーナ・センシーズを発表、その70万枚のヒットを皮切りに本格的に歌手としてデビュー。1994年、セカンドアルバム A アカイプシンが国内にて200万枚、欧州にて75万枚のセールスを記録。トップスターとしての地位を獲得するに至る。1999年にはドイツやフランスを主としてスイス、ベルギーなど欧州各国でシングル、スマークが爆発的なヒットを記録。同年フランスにて開催されたワールドミュージックアワードで優勝を飾る。2000年5月にはシングル、スマークが邦題、チュッチュは恋の合言葉としてユニバーサルクラシックより日本に発売され、アルバムチュッチュは恋の合言葉トルコより愛を込めても、また同年に日本で発売された。2002年にはシングルビアオルルズやレンダがFIFA ワールドカップにおいてトルコ代表チームの応援歌となる。2004年度アテネオリンピックに際しては、その公式アルバム UNITY に参加。最終曲のパス・ザ・フレームを歌唱している。ありがとうございます。